国道402号起点新潟県柏崎市、柳橋町交差点国道402号終点新潟市、中央区本町交差点国道402号は、新潟県柏崎市から同県新潟市中央区に至る一般国道である。国道116号からの分岐新潟市中央区、関谷昭和町交差点柏崎市から新潟市間には長岡市、 三条市などを経由する国道8号、出雲崎町、沿市などを経由する国道116号があるが、この国道402号は、日本海に沿って並行するルートである。都市間輸送の役割が濃い全社2路線に比べ、観光路線の色合いが濃い、海沿いの風光明媚なエリアを走行することから、新潟県内の国道8号、113号、345号、7号などと合わせて、 日本海夕日ラインという愛称も付与されている。このうち長岡市寺泊の隅から、新潟市西海区角田浜の1 3 9トルの区間には、越後七浦シーサイドラインという愛称がある。このシーサイドラインのうち、マセから同区後、毛浜までの区間は、海岸部を離れて丘陵部で大きく迂回する。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。 海岸沿いの断崖を抜ける南所の越後七浦、シーサイドライン区間は、1971年12月に着工。当初は、有料道路として供用され、新潟県企業局が管理していたが、1990年7月に、無料化、国道に編入された。このシーサイドラインのうち、マセから道区後、毛浜にかけての区間は一旦海岸部を離れて、丘陵部で迂回している。 この迂回区間の海岸部にはかつて核海浜の集落があったが、1969年に東北電力が牧原子力発電所の建設計画を発表したことからシーサイドラインの経路もこの計画に沿って核海浜を避け、山側を迂回することになった。核海浜は原発建設に伴って1974年までに住民がすべて転居し廃村。 東北電力は1982年国に原子炉設置許可の申請を提出したが1996年に反原発派の町長主導による住民投票をきっかけに建設中止となっている。新潟市西区北部を経由する道区いが市にの町から中央区文京町にかけての旧道区間は産業道路という通称で呼ばれている。これはかつて道区間が 帝国石油の天然ガスやパイプラインの開発に使われていたことに由来しており、現在も同市西区青山には定石参加の定石パイプラインが事業所を置いている。また県新潟市は西区内の海岸沿いを経由する新潟海岸バイパスの整備事業に着手し、1984年に着工した2000年代半ばまでに、 東側の境林地区内の区間の大部分が開通し、その後残っていた、いがらし3の町からいがらし2の町に至る二点五キロメートルの区間では、新川川口部にかかる新橋漁、内野新川大橋などの建設が進められ、二千十年十一月二十七日十五時に全線が開通した。これにより、旧道区間の産業道路や新潟県道二号、新潟寺泊線、 新潟市道、ソワインター、品野町線など、他の幹線道路で慢性的に発生している朝夕の混雑緩和が期待されている。なお、新潟海岸バイパスの全通により、2011年4月2日から、有明町伊藤を含む海岸バイパスの全線が、東国道に、旧道の産業道路が市道と県道にそれぞれ指定変更された。新潟県三島郡出雲崎町。 久田越後七浦シーサイドラインのうち、マセから道区後、毛浜までの区間は、海岸部を離れて急陵部でに入り、急勾配と急カーブ、さらに2本のトンネルで海岸部を大きく迂回している。日本海夕日ライン区間新潟県長岡市寺止まり、四土橋三島郡出雲崎町の住吉町交差点。ここから、起点側は、国道352号との重複となるトンネルと、橋梁、 編集道の駅、編集交通量2010年度平日24時間、交通量2005年度平日24時間交通量、越後七浦新潟市や園市の中心市街地から比較的近い位置にある越後七浦シーサイドラインの区間は、海面から一段高い絶壁の海岸岩場を走っており、海に近い砂浜の横、海水浴場と漁師町の間など、道路の雰囲気は、 変化に富む。シーサイドラインは前述した日本海夕日ラインの観光の基幹となっており、ヤ彦さん、角田さんの再録を日本海に沿って走行する区間となっている。日本海の荒波に打ち砕かれて形成された紀岩、海石が沿線随所に点在し、特に越後七浦の弁天岩、立岩は全国でも気象例の露出枕状溶岩として、 天然記念物に指定されている。交差する道路柳橋町交差点、住吉町交差点間、国道352号重復、柳橋町交差点岡浜交差点間、国道460号重復新潟県柏崎市、新潟県狩羽郡狩羽村新潟県柏崎市、新潟県三島郡出雲崎町新潟県長岡市、新潟市西海区新潟市西区,新潟市,西区新潟市中央区。 ありがとうございます。